あ、俺も早く帰ってフェスやりてえ、フェスやりてえ。皆さんどっちですか、皆さんどっちですか。ちなみに僕はケチャップです。やっぱねマヨネーズね選ぶようなやつはね社会でやっていけないと思う俺、うん、そうだね、やっぱりケチャップを選んでこそ、やっぱ俺たちの血の色と同じ色をしてるあの調味料をやっぱねフェスでは選ぶべきだよね。さあ、タンバリン対ガニコスミュウ2。さあ開幕破壊光線が当たってる。俺開幕破壊光線さ、で破壊光線強いよな本当に。さあ破壊光線打ってタンバリンはしゃがんでるだけ。さあステップ投げ、サイコブレーキやりたい放題、やりたい放題。さあケチャップもマヨネーズも合わせるやつはお好み焼きとかの時食べるよね。さあ波動拳打って、さあ相手のサイクカッターをジャンプでいなしながら球を打つという感じ。さあ隙を見ては破壊光線で削りを入れて、さあ投げが通って、いやもうミュウツー踏みかけが強いからちょっと寄ってくるだけでもガード入れたくなるのはね分かるよね。ああ強っ。さあジャストはできないけど KO を取って、さあこのゲームって感じですね。さあ波動拳破壊光線さブロカンとかいらなかったんじゃないのこの技本当に。さあとりあえず削りを入れて 2Y、ジャンプはブロックで取られて、ステップめくりジャンワイ。さあ投げが通って、柱を立てて、柱も立てない、もう古い、その戦法は古い。さあ傘当たりして最高ブレイク打っていく。はいはい、ララスブオーク。あ、チューちゃん勝ってる。強い。さあとか言ってる間にタンバリンがさあ暴れ回るペニコスミュウ2をいなし始めた。まあね、さあごめん。さあ投げが通って、さあ最強キャラで暴れ回っていくのは、さあ 2X こかして画面端を逃げる。さあ渋い。さあすぐジャンプするんだろうと8枚置いて、さあ入れ込みには押し置き。さあこれはブロックで取って、体力リードはタンバリン。さあここで先に共鳴するのはメニコス。さあおーっと、俺はうまく噛み合って抜けて、さあタンバリン共鳴して、さあこれは届くのか。うわー届くんだ、これおかしいだろ、ザンギエフかよ。ザンギエフもあんなないよね。おかしいなこのギャラ。さあしかしブロック置いちゃって死ぬかなこれ。11、あのペニコス曰く11残るらしいです。死んでいく。さあタンバリンさんお見事。さあそこで見えるか。いやブロックはさあ猿太郎くんとニコくん